皆さんこんにちは、花尾です。8月15日までのしし座です。でも性格はとっても子猫ちゃんです。ぐる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 、セラサのナフィトマト、今日もみんなを笑顔にしちゃうぞ、ハッピーバッキューン。それできひんわ俺。どうやってやったらいい、それどうやってやったらいい。というわけでですね、はい、最近ニジプロジェクトというアイドルがめちゃくちゃ流行ってるんですけども、それに関してやりたい企画がございまして、名付けてニジプロのメイクユーハッピーで、本当にみんなをメイクユーハッピーにするまで帰れまって、それはできるで俺多分。それぜひやって。あのこれあのうっぱい。やっぱり。やっぱりゴリラが。今度我々は基本的にはもうね、面白いばかりを追求して人をハッピーにすることを忘れているんじゃないかと。まあ、なんとか人を幸せにできるぐらいに頑張ってダンスをマスターしていきたいと思います。はい。一応3人全員練習するんやけど、はい、J.Y. パーク役と、そういうことね、あのまあオーディション役に分かれて、2人中2人丸が出れば、丸が出れば OK と合格です。なるほど、はい、というわけで、はい、Make it possible is ハナパー。で後ろ向いてて、まずじゃあ音源お願いします。どんな10% にしてるからちょっともうちょっとマシで、100%したらもうちょっとマシで、もう慣れてくる、慣れるけど、慣れる慣れる慣れる したいのに。70%だよ、僕は。1、2、3、4、5、5。候補生リンコちゃんが一旦 JY パート試験受けるという、みんな緊張してるかなと思って。ああ、まずね、確かにファーストペンギン大事ですね。一旦どんな試験かちょっと見てみて。じゃあ僕 JY パートになって、寒いところも熱くするような踊り見せて、そう、メイクユースサニーにしてね。メイクユー日本海やめてね。メイクユー日本海、日本海みたいな寒いギャグやめてよね。そっか、私の場合審査員この2人か。お、え、すごっ、え、うまくね、え、うまいんやけど、こいつクソうまくない、うまい、うまい。まあ、振り覚えたっていうのは伝わったよ、別に。ただね、君はね、今肩に縛られすぎてる。確かに審査されるのを恐れている。そんな気がしてならない。そうです、ダンスというのは君を表現するための手段に過ぎない。もっと君を表現してくれ。俺は君が見たい。あ、違う、覚えてる、覚えてる、覚えてる、すごいすごい。え、こいつめちゃ覚えてる。顔だけつけたみたいになってる。顔だけつけたみたいな。じゃあ、一旦じゃあ
全員メイクハッピーできなかったということで、はい、できなかった。もうちょっと練習します。練習しますか。もうちょっと。またやってまいりました。シスタ流星群のようにキラキラキラー、花王です。関節の受けなどに注意して、私の表現を持ち合わすことなくちゃんと、見るようにしてください。それでは、審査の方よろしくね。頑張ってね。はい、行くから。はい、お願いします。言われてます。あと何であのなんかあのドラゴンボールみたいなやつ、波動拳みたいなやつ、波動拳みたいな。君はあれかで、ね、ストリートファイターっすか。あープレイしたことありません。あ、じゃあ君のオリジナルということで。ヨガオファイヤーやったことあるじゃねえかお前。一生懸命頑張りました。幼少の頃から K-POP に憧れて、最初はカレー味のポップコーン、いわゆる K-POP と呼んでいて、親からよく親にカレー味のポップコーンを、カレーは C ですけどね、これはいきます。せーの、バッチ。いや、また次頑張ってきてね。はい、また出直します。はい、どうも、海洋戦いただきましたレイコです。よろしくお願いします。遠いところからしっかり見てもらいたくて来ました。よろしくお願いします。片道何時間か。まあ、10光年ぐらいかかりました。おお、どうりでやっぱりアイドルにしては結構食ってる感じですね。この曲をずっと練習してきました。ぜひぜひ見てください。お願いします。何光年ぐらい練習したの。13光年練習しました。あ、結構すごい、すごいね。3、2、1、はい。やめろ、ゴムパッチだけ元気にやるの。どうですか、どうだった。寿司三昧を感じたね。あ、確かにね。だから、そうね、やっぱわびさびの心がね、邪魔してるよね、君の表現の幅というところに。せーの、丸。おお、丸。浮かんちゃったよ、浮かんちゃったよ、浮かんちゃったよ。おい、もう終わっちゃったよ。まあ、いいんじゃない。じゃあ、一応、今回ね、これ、めちゃめちゃ練習したんですよ、実は。これ、あそこ、あ、これ、めちゃめちゃ練習したんですよ。そこはまあ特に見てなかった。忘れてたね。まあ、忠実性はいらないっていうことですか。そうだね、君には合ってなかったんですよ。あ、そうですか、わかりました、ありがとうございます。でも、合格して嬉しいです。じゃあ、一旦寿司バイト採用ということで。おめでとうございます。ニジプロがいいです。あ、ニジプロはまち、うち違うの、ニジプロじゃないの、ここ今、ここどこですか。これ寿司プロなの、これ。8月3日生まれ、20歳、ドイリンです。よろしくお願いします。 あと6時間で21になる女です。まあそうですか、まだピチピチです。うちに入ってどうしたいの。うちに入って、うちの寿司プロに入って何したいの。寿司プロだけど大丈夫、ここ寿司握るんだよ、ここ美味しいネギトロを握りたいです。あ、そうか。じゃあこのメロディーに乗って、はい、ネギトロ握ってくれ。メイクはネギトロ、メイクはネギトロね。踊ってください。はい、3、2、1、どうぞ。ありがとうございました。模範解答通りだね。ただ、うん、模範解答の域を超えない。そうなんだよね。何がしたかったのかな、今ので。今ので何がしたかったの。
まあ、まあ、踊り自体は、まあ、今までで一番うまかったんだよ、まあ、それだけで、それだけポジティブなことも言うと。だからそれでいいのかあとね、いうところなんですよね。でも私がこの中で一番うまいからみたいな自信がちょっと垣間見えて、いやいや、それ、ね、最後、腕を伸ばしきらないといけないところもちょっと曲がってたり、うん、甘いんだよね、爪が結構ね、動きとか暴れた、ありましたね。そう、それありましたね。まあ、とりあえずとりあえず発表しますか。はい、いきますよ、はい、せーの、なんだこれ。いや、まる、確かに完成度は高いんだよ。高い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 んだよ。完成度は高いんだよ。完成度高い、寿司も寿司好きなの、寿司も好きなのは分かってる。うん、一回さ、生き生きとしたエビの気持ちで踊ってみてくれないかな。あ、でも生き生きした心を忘れてるから君 300% で踊ってみようか。そうそうそう、さっきの一回ずつ 300% で踊ったらめちゃくちゃ生き生きした君が見れるかもしれない。そう、ちょっと一回やってみよう、その生き生きみたいな。3、2、1、バンバン。お、倒し倒し、おー、おー、あれ、お、これやっぱ300%で忘れるよ、これ。途中から良くなったね。途中から君の良くなったね。良くなったよ、本当に。最初ね、ちょっと あれって思ったんだけど、途中から君の色気が出た。色気出てたね。ムエリンの本来持つ旨味がね、めちゃくちゃ体表からにじみ出てたね。途中から本当にとんでもなく良かったの。ありがとうございます。本当に、いや、一緒になりたいなと思った。ありがとうございます。で、なんかクラスが暗い雰囲気になった時でも笑顔でみんなに振りまける、そういう君が見えた。ありがとうございます。じゃあ評価しようか。評価しようか。はい。一斉ので。なんで？なんで？え？夏の声の新作グッズが出ました。8月3日から8月16日までの期間限定で販売です。概要欄チェックしてねー。